それができますよって話ですね。普通販売店のチャレンジ1って、コロナ禍で傷んだのは飲食泊です。これ日経面白いですね。日経飲食泊って言いますよね。ホテルもダメ、旅行関係ダメ。でもですよ、今準備しろって話だと思うんですね。インバウンドは必ず、先ほどの統計でも9割以上落ちてますね、インバウンド。でも必ず戻ってきますよ。日本への強い憧れがある。で、俺と橋本と言ってるのは、本当にインバウンド戻ってきたら入国時に採寸させてもらえば1週間ぐらいあれば仮止めできますよ。で、あとは EMS で海外に送っちゃえる。あのオーダーが合うっていうのは仮止めをやるからなんですね。お客様年齢的にオーダースーツ作ったことがあります。昔ね、カレン、おいくつですか？大橋くんは。そこら辺はね、わかる。ご年配の方、申し訳ないですけど、実は、スーツと靴は、給料の 1.2 ヶ月分だった。だから、今、初任給が25万ぐらいかな、25ぐらいだとすると、30万、当たり前なんです。わかる？橋本のとこがぼったくりだって言ったって30、当たり前なんだよね。うん。で、皆さんいくらの靴売ってるんですか？でしょ？で、そこまで言います。今この高校です。で、インバウンド、中国の金持ち10万へでもないですよ。なぜそこを狙わないのかっていうか、俺不思議だなと思うんですね。浅草来たらすぐ測って1週間後にホテルとタッグ組めばいいんですよ。ホテルもダメだから。今弱い者同士、傷をなめろ、よろしくないでしょうか。それからですね、靴販売店のチャレンジ2、外反母趾予防啓蒙。これね、なかなかいいこと書いてあるんですね。これ僕も何千人と、靴自体は何万足と売ってるんですけど、直接測ったり見たっていうのが何千人っていう意味で言いますよ。実は遺伝的形が似るっていう点では、耳の形と俺足の形、親子そっくりだなと思うんですよ。皆さん、ご両親かなんか息子さんか思い受けられてもらって、足の形って似てるなって気が付いたことある人手を挙げてください。ないですか？うちの娘、俺の足とそっくりですよ、形が。で、実は耳の形って昔は今の DNA がない時は耳の形で判断したっていうんで、耳の形も非常にどちらかに似るんですね。遺伝の法則ですから、足して2分の1にはなりません。 A か B かどちらかに似るんですね、親か母親か。で、そこに肝があって、次は新しいビジネス作ろうかなと思うんですけど、足の形は遺伝しやすい、また母親すでに外反母趾になっていますが娘はまだ軽症です。これ実際の親子なんですね、僕の知り合いなんですけど、要はお母さんが外反母趾だと娘が外反母趾になる可能性が非常に高いんです、遺伝的に。で、最初から外反ってことはないです。会長不足という状態が出て外反になってるんですけど、ということはこの彼女は、例えばお父さんとは全く形が違うとすると、お母さんにそっくりだとするじゃないですか。これお父さんと一緒だと分かんないんですけど、お母さんとそっくりだとするとこの子は外反になる可能性が非常に高いんですね。で、それをどこから手をつけるかって、高校生からです。成長が止まって固まる。これを俺が言ってもダメなんですね、医者でもねえし、
の整形外科と組んで俺の理論とその組み合わせれば非常に面白い。何が言いたいかというと、外反母趾は予防するべきってことね。次、これ何度も言ってます、靴メーカーのチャレンジ、靴メーカー、オーダー靴メーカーにやら、言います、読みますね。手打ちうどんって、手打ちうどんって知ってます、皆さん。手打ちうどん、手打ちうどん知ってますよね。当たり前だったんです、江戸時代。江戸時代ね、全部手打ちです。念打ちつけるもんじゃありません。でも製麺機ができちゃって、製麺機ができて、その機械的なやつが増えてったら手打ちに念打ちができただけ。実は橋本が作ってるハンドソーももう80年前はみんなハンドソー。言いたいことが見えてきました。回転寿司、スシローだどうのこうのって、ね、邪道だって、立ちの寿司屋があれはあれでいい。でも回転寿司ばっかりになっちゃったら、そのうち立ちの寿司屋めっちゃ値打ち上がりますよ。俺カウンターで食ってきたみたいな話です。で、機械靴メーカーが一番トライアルすればいいのになと俺は素直に思います。2つ目、これね、やれなくなっちゃったんですけど、またゴルフ、フリーの本尊が出てきたね。ゴルフのオーダーってめっちゃ売れますよ。で、ピンが、これ昔のピンなんですね。入れなくなって、それで泣く泣くちょっと中止したんですけど、最近フリーのモールド、本尊が出てきました。再度チャレンジしたいところですね、ゴルフ。それから、スパイクも。大体スポーツ関係をオーダーにすると絶対パフォーマンス上がります。僕が絶対に売れると思ってるのはゴルフシューズ、野球用スパイク、サッカーのスパイクね。これ良くないですか。その僕だともうナイキ履けないんですよね。外出て中学生と被っちゃったらどうしようと思う。でこういう黒子を使った大人のオーダースニーカーなんて良くないですか。欲しいやつが欲しいでいいんですよ。広く大衆に迎合しようなんて全く思ってないね。面白い。で次に靴、さっきはなんていうかメーカーとかのチャレンジ、靴道具屋さんのチャレンジ。靴道具屋さんっていうのはね、実はね一番難しいんですね。どうやって切り替えるかっていうのは考えても分かんなかった。って言うんですけど、でも靴道具屋さんの一番の特徴は何かっていうと、取引口座が多いんです。百貨店だとかいろんなところ、専門店。これの工夫の仕方を考えたら、そこに突破口があるんじゃないかと思う。もっと言えば靴問屋さんのスタッフ、在庫積む機能っていうことよりも最初覚えちゃえばいいのにな、もったいない、靴の知識はあるのにいっぱいと思ってたんです。私が考えるヒットの方程式ですね。これ意外にね、別に何かからパクったわけじゃないですよ。僕のオリジナルの考え方なんですよ。コンプレックス解消って、まあ、俺も頭皮は埋めてませんけど、だいぶお金使ってますね。やっぱりハゲたい、それから痩せたい、これはうまくいってませんけど痩せたく、それからシークレットブーツみたいな背が高くなるとか、みんなそうじゃないですか、でさらにここで言う健康保険適用 30% 負担シューズなんていうのが通ったら、厚労省に通ったらめっちゃおもろいって言うんですね。要は3、まあ、6万円の靴をサブロフ1万8000だったら売れませんかって話ですね。次、パフォーマンス向上。今回走れるパンプス作れました。で、実はこれもう例があるんですね。
あのナイキの厚底スニーカーめっちゃ売れたじゃないですか。速く走れるイコールアスリート買っちゃうんです。あれすごい話ですよ。ミズノアシックス、あ、お夢しました。要はスポンサー契約があるのにそれを越して買っちゃったって話です。それから瞬足ってやつね、本当かなと僕は思いますけどね。それから新規市場の創出、パティーヌってご存知ですか。パティーヌ知らないっていう人。パティーヌはね、簡単に言います、こっから流行りますから覚えておいてください。手染め技術。実は俺の親父が靴作ってた80年前っていうのはパティーヌ、手染めがないといろんな色が作れなかったんですね。でそのパティーヌ技術をやることによって付加価値を上げて、あっちゃー今日履いてない、靴に深みを出す。でこれね、実はね、小売店っていうか販売する人が身につけるとさらに付加価値をつけることができるので面白いなと思います。でちょっと古い話になりますけど、実は今レザースニーカーって言いますけど、一番最初に大ヒットしたのはケースイスです。その前はねクンズリーっていうスイスのテニス、クンズリーのケーとスイスのメーカーだったケースイスってアメリカの会社と契約をして、それをよりの間に出したところバカ売れしたんですね。当時ナイキのエアマックスの日じゃないですよ。12,800円で靴屋の店頭に並べたらもう、そので並べない靴屋はもう売り上げ落ちるし、そこにどんどんで、あとはあのエアマックスとかあのナイキの部分来るんですけど、その火付け役は実はケースイスなんですね。で何が言いたいかって、そういう新しい市場ができた時意外に残るんですね。靴屋はね、バブル崩壊後何があったかって、スニーカーブームがあったでしょ。昔のオイルショップの時にはね、ブーツブームがあったんです。ご年配の方やと分かると思うんですけど、だから世の中が悪いのに悪くなかったんですよ。でどうなったかっていうと、カーブがこう下がったところが悪くないから直角に崖で落ちるごとに落ちてバタバタと倒産。一つ前はブーツブームの後で、ちょっと前はスニーカーブームの後。こっからね、無駄なりますよ。交差比率と GM ロイ、交差比率とかって考えたことありますか。まず交差比率自体、交差比率とかここら辺知らないっていう人手を挙げてください。恥ずかしくないです。これね、実は商売人が使う数値で、そのここのところが大事なんですけど、粗利かける商品回転率、粗利かける商品で、靴っていうのは百貨店でいつもベスト5に売れる売れ筋なんですよ。売れるものなんですよ。ただ在庫がたくさんあるために商品回転率が悪い。そうすると結果的に交差比率が悪い、儲からん商品って話になっちゃうんですね。直近の話は知りませんけど、百貨店で一番交差比率がいいってどんなものだかは分かりますか。誰か知ってる方があったらすごいと思います。直近の話です。3、4年前の話ですね。交差比率、実は肌着です。まあいいか。でこのぜひ交差比率をご存知だったら、この GM ロイを使ってください。これは原価ベースの数値だったんです。でなぜかというと、オーダーは原価比率が低いから、この GM ロイの方がいいんですね。めちゃめちゃなことになりますよ。ここでさらに GM ロイでは原価、この例題読みますね。例えばポップアップで100万円の売上高を目指したとします。
まあ、出店コストはちょっと考えておきません。利益だけを考えますね。既製品では少なくとも在庫1000万円は必要でしょう。皆さんどう思うんです。100万を売るのに既製品だったら10倍はいりますよね。どうですか。1000万円必要ですよね。しかしオーダー靴ではバイクが50万円、10足分のサンプルで十分なんです。あの橋本君のところのブース見てください。舐めてますよ彼。3足です。3足でいいんですよ。あとタブレットでデザインがある。オーダーなんてそんなもんなんです。さらに GM ロイでは要は原価ベースだと原価20、このオーダーは50万のバイクだけど原価が25万だとすると GM ロイを計算すると 200% になっちゃいますせみたいなことね。で靴って神業じゃない限り完売できません。オーダーは在庫ゼロです。そこを考えてもなぜやらないのかなと私は